どうもこんにちは。やっほ。今回は私が今注目しているゲームの紹介をさせていただきます。それがファウンドリーというゲームです。ファウンドリーの意味は鋳造工場、また工場建設ゲームか。その通り。このゲームはマイクラっぽいボクセルタイプの 3D 工場建設ゲームです。まだ発売日は決まっていませんが、デモ版が遊べるようになったのでプレイしてみます。ちなみにこのゲームのパブリッシャーは HOI、 ステラリスなどで有名なパラドックス。これは信頼できそうです。それでは始めていきましょう。シード値を入力して。知ってた。じゃあクリック。墜落しなかった。だと着陸するとアメリカ語のおじさんが語りかけてきます。すまねえ、アメリカ語はさっぱりなんだ。右上にやるべきタスクが書かれているので、リスニングがさっぱりでも大丈夫。まずは鉱石スキャナーを手に取ってスキャンしてみます。インベントリは B キーで開きます。お、鉱石のスキャン握ってかったな。あれを掘りに行きましょう。こんな感じで鉱石の塊が生えています。まずは塊の部分を掘ってしまいましょう。全部掘ってしまっても地盤からも鉱石が掘れるので問題なし。サティスファクトリーみたいなシステム。この鉱石はゼノフェライト鉱石ですか。多分鉄鉱石の扱いです。もう一種類別の鉱石があるのでそれも掘ります。こっちはテクナム鉱石。鉱石は精錬しないと意味がないぞ。ということで着陸ポットに備え付けられている精錬炉を使います。基本的に機械に GUI はなく、モニターを直接触って動かす感じです。ワンクリックだけでアイテムが搬入などができるのは便利かもしれん。慣れないと結構酔うんですけどね。さて、テクナム鉱石を精錬したらテクナムロットに、ゼノフェライト鉱石を精錬したらゼノフェライトプレートになりました。この2つの素材でクラフトを行いましょう。 C キーでクラフト画面を開きまして、ビルディングブロックというものをクラフトします。このゲームの特徴として、このビルディングブロックの上に機械は設置しなければなりません。つまり土台、ファウンデーションが必要なのです。もしかしてファウンドリーってタイトル、土台の意味も兼ねてるかもしれませんね。では先ほどの鉱脈の近くに土台を作っていきます。ドリルで地面を掘ることもできるので生育中が大喜びです。この世界もいつかクアーリーに沈むのかな。掘った場所に土台を設置、一括でブロックを設置することもできますよ。とりあえず25個設置しろと言われているので 5×5 で作りますか。次にドローンマイナーをクラフトしまして、土台の上にこれを設置します。 2×2 の大きさですね。これはマイナーっていうぐらいだし採掘機かな。その通り。しかしもちろんですが電力が必要です。録画できてなかった。ゲーム紹介でのカバーを起こすんかい。現在採掘機を動かして精錬炉を作って、それを動かすまでの流れをベルトコンベアで自動化したところです。割と重要なところ。録画がなかったものは仕方ないので次に進みます。次はリサーチサーバーを作ります。この装置で研究を行います。これも土台の上に設置する必要があります。このゲームの仕様として、同じ土台の上ならば電力が供給されます。つまり電線などを引っ張る必要がないのです。逆に言えば遠くまで電気を送るにはそこまで土台をつながないといけません。今のところは、今のところは研究を進めると電線も追加されますので、そんな研究を進めるためにはサイエンスパックが必要になります。ファクトリオそんままやんけ。とりあえずは手動でクラフトしましょう。結構な素材が必要になりそうです。クラフト中の暇な時間は植物を伐採するのじゃ。植物を伐採するとバイオマスが入手できます。このバイオマスをバイオマスバーナーに入れることで電力を生み出すのです。つまりこの世界での木は消滅するもの。環境破壊は気持ちいいぞい。それではサイエンスパックの作成も終わったので研究をしましょう。このゲームの研究項目はこんな感じ。まあまあな量やな。欲を言えばもう少しボリュームが欲しいですが、まあまだ開発中なので鍵のかかってない部分がデモ版で解禁できるものですね。え、めっちゃ遊ばせてくれるやん。それでは一番最初の項目、アセンブラーの研究をしました。安定と信頼の増した候補。アセンブラーは組み立て機ですね。アイテムのクラフトを自動で行います。ということでゼノフェライト鉱石を精錬してメカニカルパーツまで加工する製造ラインを作ってみました。精錬したゼノフェライトプレートのうち半分はそのまま倉庫に保管し、半分をメカニカルパーツの生産ラインに使う感じです。まず3台の精錬炉で鉱石を精錬します。精錬したプレートをうまいこと合流させて、半分を倉庫へ、半分をアセンブラーへ。で、アセンブラーでメカニカルパーツを作って終わり。以上です。コンベアラインをきれいに作るのが難しいけど楽しかったです。
しかし夜だから暗いね。ライトの研究もあるので、それを解禁できれば明るくできそうです。もう一つの鉱脈、テクナム鉱脈から生産できるアイテムの自動化もできました。まずは同じように精錬炉3台体制でテクナムロッドを作ります。それをアセンブラーで加工してケーブルを作ります。そして次にケーブルとロッドという2つの素材を使って電気部品を作ります。2つの素材を使うクラフトということで悩みましたが、コンベアの立体交差を使って解決しました。坂道コンベアというものもあるのね。それじゃあ最後にサイエンスパックの生産自動化をやりましょうか。サイエンスパックはメカニカルパーツとテクナムロッドで作れます。つまり2つの工場の生産物を組み合わせる必要がありました。ということで両方の工場から土台とコンベアをつなげ、別のところで生産をすることに。土台をつなげたことで両方の工場で電力が共有されることになりました。これでゆっくりですがサイエンスパックが自動で生産されるようになりました。これが自動生産できるようになると一つの区切りを迎えたって感じよな。区切りを迎えたので実況はここまでにしましょう。いくつか気になるであろうところにお答えすると、まず鉱脈は無限ではなさそうです。ずっと掘っていると鉱脈は枯れてしまうっぽいです。ファクトリオと同じか。それからこのゲームはマルチプレイができます。デモ版でもマルチプレイができますよ。でも一緒に遊ぶ友達はついてきません。それからこのゲームのデモ版10月16日までしか遊べないのでご注意ください。遊びたいという人は今しかないで、発売日が未定なのでこのチャンスを逃したら遊べるのは相当先になるかも。実はこのゲーム1年ぐらい前にも期間限定のデモ版が出てて、それも遊んだんですが、それから今日までずっと遊べなかったですからね。待ち遠しかったです。工場建設ゲームが好きな人、このゲームにも注目しておいてな。それでは最後にトレーラー映像を載せて終わりにします。ご視聴ありがとうございました。